エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は無課金勢が均衡レベル5になって育成やプレイで後悔したこと4選となります。均衡レベルが5になりキャラクターの育成上限が全部解放されたわけですが、育成において苦労した部分というのは数多くあります。今回はキャラを育成する上でやって後悔した、苦労したという点と気をつけるべきポイントを紹介できればと思います。まず後悔したのは平均育成のしすぎとなります。平均育成をすると対応力が上がったりチケットがもらえたりと嬉しいことはありますが、やりすぎると後悔する要素だなとも改めて思いますね。どれくらいの平均育成かというと、キャラクターを18人持ってたので、全員レベル50まで育成したっていうレベルになります。で、この平均育成に関してですが、かなり素材や信用ポイントを消費するため、集めるのにかなり苦労したなっていう記憶がありますね。均衡レベル4に上がった時っていうのは、実はそこまで苦しさを感じなかったので、僕自身はなんかこのままで育成してもいいんじゃないかなっていうふうに思っていたました。で、この軽い気持ちが、実は後の育成圧迫につながる原因となってきたわけです。というのも、均衡レベルが上がってくるとメインの4人の育成においてレベル80だけでなく異物の育成も必要になってきます。で、レベルの解放80の上限解放なんですが、それをした場合解放だけで13万ほどの信用ポイントとボス素材を30個以上集める必要があります。この時点でかなりハードルが高いんですよね。で、さらに、キャラレベルを80まで上げようと思った場合138個の育成素材が必要となるため、スタミナの消費もめちゃくちゃ激しくなります。で、こんだけハードルが高いので1キャラ育成するだけでもかなりの時間と労力を消費するっていうのになるわけですね。で、これが原因で他の平均したキャラクターを育成していると、80レベルのキャラクターは良くても5体、多分5体でもかなり良かった方かなと思います。なので作れず、2パーティー編成が辛くなるっていう状況になりました。で、この状況だと裏庭とかもできなくなるので、調整のために燃料を消費しましたが、それでも2パーティー揃えるっていうのはかなり時間がかかったなぁと思いますね。で、平均育成としてはチケットがもらえるっていう特典はもちろんあるんですが、まずは2パーティー分の育成を優先していくことが重要かなと思いますね。平均育成はその後の娯楽っていう感じで問題ないかなと思います。続いてもレベルに関することですが、キャラ1人をレベル80まで上げ切るという点です。これに関しては無理に80まで上げなくてもよかったなと今思ってますね。というのもレベルアップの恩恵として多少のステータスアップなどがあります。ですが、それがそこまで大きくないっていうところが原因なんですよね。例えばゼーレで言うと攻撃力が上がるのは実は40ちょっとぐらいとなってます。で、これ面白いのが光炎水も同じで70から80に上げる際っていうのも40ほどの上昇になってるんですよね。そのためレベル70以上から上げる際は急ぎで上げる必要っていうものは実はそこまでないなっていうのがよくわかるかなと思います。で、このあたりをやって思ったのは、こういうことをする、80まで上げるっていうことをするよりかはレベルや光炎水を70まで上げて異物を集めた方がステータス的には効率がいいように思いました。で、実際に異物が揃っているキャラクターがいたんですが、火力的には全然問題なかったです。なので70以上はのんびりでもいいような感じはしますね。このことから結果的に光炎水や異物の育成を優先的にした方がステータス的には大きな底上げにつながりますので、解放した時点で一度切り上げるっていうのは妥当だなというふうに感じました。どうしても育てたければマップのザク狩りをして経験値を集める方がいいかなと思いますね。信用ポイントも節約できるのでその点はいいかなと思います。あとはその間にスタミナを使って異物の育成をしたりとか厳選をしていれば全体的にチームの底上げにもつながると思います。余った異物は分解して合成にも使えますからね。
まあ、こういった点からレベル80に関してはよっぽど余裕があるならありだなと思いますが、公演推移や異物を見て不安を感じるなら後回しでもいいのかなと思います。まあ、僕の場合はこの調整をするために50個ほど燃料を消費して調整したので、まあ、燃料を抑えたい方は雑魚狩りをおすすめするかなと思いますね。もうほとんど燃料は残ってないです。続いては育成キャラの優先度についてです。育成キャラの優先度としてはアタッカーとサポーターの育成バランスが大事だなと思いました。基本的にアタッカーの育成は二軸パーティーにそれぞれ1人ずつ欲しいので基本2人の準備でいいのかなと思ってます。ですが弱点属性を意識するあまり複数のアタッカーを育ててしまうと先に紹介した育成の時点でかなり辛いことが起きてしまうんですよね。特に無課金の場合信用ポイントの枯渇が発生しますので育成がどうしても止まるっていうことが起きます。そのため育成するアタッカーは2人に絞った方がいいかなと思いますね。逆に育ててよかったなと思ったのはサポーターとヒーラーです。この2種類はご利用してするために重要な役割でしたので育てていらなくなるということはありませんでした。で、アタッカーとの違いとしては、まあ、役割が被らない限りは使い続けれる枠なのでサポーターの育成自体はありだなと思います。とにかくレベル上げや優先度において一旦切り上げて整えるというのがとても大事になるなと思いましたね。最後にですが均衡レベルを上げたり育成が滞って起きた問題があります。それはイベントクリアが大変になるという点ですね。現在はいろんなイベントがどんどん起きてきていますが中には戦闘を中心にしたイベントというのもあります。こういったイベントの場合均衡レベル4までなら正直オートでも大丈夫だったのであまり気にしてはなかったんですけど均衡レベルが5になるとオートでの戦闘は厳しいなっていうのが増えてきました。ちょっとした攻撃の優先度によってターンを無駄にするきっかけになるのでギリギリになってしまうっていうことが多くなったんですよね。で、レベルだけでなく公演水や技術も多少整えていないとこういった稼ぎのイベントを思うようにクリアできなくなるので均衡レベルの上げすぎや育成の幅の広すぎはかなり危険だなと思いました。もちろん育成に燃料を大量消費して調整してしまえば問題はありませんが燃料を使いすぎた場合それもできなくなりますので注意が必要となります。イベントを一度やってみてオートが苦しいようであれば均衡レベルを上げるのはやめ育成を整えるようにしていくのをおすすめしたいなと思いますね。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。